アルフォンソ11世、アルフォンソ11世、アルフォンソ奥彩、1311年8月13日から1350年3月26日、27日は、カスティーリア王国の国王、在位、1312年から1350年、カスティーリア王フェルナンド4世と、王妃コンスタンサの唯一の男子、生後13ヶ月で即位したが、 あまりにも幼いため5人の王族が、後権人グループを形成して、政治を行うことになった。メンバーは、母コンスタンサ、祖母マリアデモリナ、オジペドロ大公、オオジフアン大公、そして、フアンの重定にあたるビリエーナ公フアンマヌエルが、選ばれた。しかし5人はバラバラに行動して、まとまりにかけ、数年で、次々とメンバーが死んだこともありカスティーリャは乱れた。 まず1313 13年に母が急死、続いてナスル町グラナダに介入し、支配下の町をこうしていたペドロとフアンが1319年にグラナダの反撃に相配死した。1321年に祖母も亡くなり後見人はフアンマヌエルしかいなくなってしまった。新たな後見人にペドロの弟、フェリペ、フアンの同盟の息子フ、フアンエルトエルと、 赤岩の不安が選ばれたが、三人はカスティーリアを分割して、対立、内乱で、領土は荒廃し農民が外国へ逃亡、人口減少と悪循環に陥った。こうした中、成長したアルフォンソ十一世は1325年24歳で、申請開始し、不安マヌエルの娘、コンスタンサ・マヌエル・デ・カスティーリアと結婚した。コンスタンサは、 赤眼のファンと婚約していたが、王家からのアプローチに応じたファンマヌエルが吐き、結婚相手をアルフォンソ十一世に切り替えた権威があった。両者を分断させたアルフォンソ十一世は、翌1326年にファンを暗殺、1327年にコンスタンサと離婚し、摂政であったファンマヌエルを追放した同年にフェリペも死去。不安マヌエルはアラゴンと組んで、 カスティーリアと戦おうと企てるが、1328年、アルフォンソ11世は十枚にあたるポルトガル王、アフォンソ4世の娘マリアと結婚。翌1329年に、姉レオノールとアラゴン王アルフォンソ4世への結婚で、アラゴンとは僕、後ろ盾を失ったフアンマヌエルとも和解した。そして1331年に、大冠式を挙行した時、王位を請求していた。 出せるだけも主張を撤回して、アルフォンソ十一世支持を表明した。こうして、アルフォンソ十一世は後見人を排除して、王権強化に成功した。国内を安定させた、アルフォンソ十一世はレコンキスタに熱心に取り組み、何度も、アンダルシアのイスラム教軍を攻めている。アラゴンと和睦した頃から遠征を始めており、三百三十一年に、ナスル朝を侵入させた。しかし、 アフリカのマリーン朝はたびたびナスル朝と手を組んで、スペインを脅かすため、アルフォンソ11世は、諸国から援助してもらいマリーン朝を打倒することを、隠した。1340年8月、マリーン朝、スルタンアブーアルハサンアリーがアルヘシラスに上陸、ナスル朝のユースフ一世と共に、タリファを包囲した。直ちに、アルフォンソ11世は、 シュートのアフォンソ4世が率いるポルトガル軍を含めたカスティーリア軍を連れてタリファ救援へ向かい10月30日にでイスラム教軍と交戦した敵はキリスト教軍の3倍以上あったにもかかわらず戦いはキリスト教軍の勝利となりインゴマリーン長の介入はなくなり衰退の一途をたどったサラードの戦いの勝利に勢いづいたアルフォンソ11世は ナスル朝の国境へ進行1341年にアルカララレアルプリエゴなどを落とし1342年8月からアルヘシラスを包囲したマリーン朝の救援を撃退し包囲を続け1344年3月にアルヘシラスを降伏させたレコンキスタの成功で高まる威信を背景に王国の改革とさらなる王権強化に取り組み 祖祖父アルフォンソ10世が編纂した七部法典の交付1348年都市の上級役職を占める下級貴族有力商人と結びつき彼らの世襲と特権保障を認め都市を間接的に支配するなどアルフォンソ10世が志していたカスティリアの法的統合、王権強化を主軸とする改革を実現させた1350年 ジブラルタル攻略中に、国死病で沈没した。着難のペドロ一世が後を継いだ。二番目の王妃マリアとの間に二難を設けた。しかし、アルフォンソ十一世はマリアを帰り見ず、愛称レオノール・デグスマンを、そばから離さず、王妃とペドロ王子、後のペドロ一世を王宮から遠ざけた。レオノールとの間の息子エンリケ、後のエンリケ二世は、トラスマタラ伯爵家へ。 養子に出されたが、王の近くで育った。エンリケの同母弟たちの処遇も抜かりなく、ファドリケは、サンティアゴ騎士団長となった。テリョは、豪族ららけの女子相続人と結婚することで、ビスケーワンに面した、ビスカヤの領主となった。彼の愛称への変愛が、後のカスティーリャの内乱、第一次カスティーリャ継承戦争を招くことになる。レオロールとの間に10人の子を設けた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。